千葉だよね。どこにでもあるよ。千葉だけじゃないよ。あなたの世界千葉で終わってるんだよ。終わってるわ。そのほどピンポイントで大丈夫だよね。そう、全部作れたらね。水着まで買ってね、水着の装飾を取ってとかね、してたのに。しらゆきでーす。すずめです。みかげです。ディープギークでーす。ということで、本日のトークテーマは、今後ディープギークでやっていきたいこと、イエーイ。未来の話をしよう。ディープギークとして、今後なんかこういうのやってみたいなとかを、ちょっとカメラに向かってみんなで話していけたらなと。ファーストワンマン成功させたから、セカンドワンマンやりたいよね。そうだね。まあ、そこはそうだね。それは確かに。ヘブンズロックを今度はパンパンにしたい。うん。それは、そうだね。ハム太郎の時さ、まだゆとりあったもん。回れた。回ってる時次はハム太郎回れないぐらい。回れない。個人的には、YouTube でゲーム企画やりたい。でもなんかその YouTube の、 そのゲームじゃないけどさ、YouTube つながりで言ったらさ、外ロケしたくない？あ、したい。そう、そろそろさ、外に出てみるよ。俺らさ、ワールドに行くか。海行きたい。去年ちょっとね、潰れたんよ。海行こうっていう話だったんだけどね。そのほどピンポイントで。ピンポイントでね。そう、全部作れたからね。水着まで買ってね、水の道具を取ってとかね、してたのに。だから食べ歩きとかさ、めっちゃしたいね。やりたいね。中華街行きたいね。あれ、アスレチックとか行きたくない？行きたい。水上アスレとかね。水上アスレどこだっけあれ。あ、千葉だよね。どこにでもあるよ。千葉だけじゃないよ。あなたの世界、千葉で終わってるんだよ。終わってるわ。アイドルらしいことを言うと、定期公演とかさ、あそうだね、今年は開催してみたいなっていうのは、すごい思うかな。ここに必ず出るっていう、何週何曜日は必ず定期公演みたいなのがないから、そういうのあったら、みんなも予定組みやすいし、そこは絶対行こうっていうライブにもなったりとか、いい経験になるんじゃないかなっていうのはめちゃくちゃ思うから。やりたいなってのはすごい思うかな。それ関連でさ、メンバーで曲作りたい。ああいいじゃん。それ関連、なんかね、関連したいとかで発表するみたいな。全然どこで発表してくれてもいいけど、なんかやりたくないっていう。曲ね、作りたいね。メンバーで作って広めみたいなさ、うん、メンバーで作りました、どやって。夏の野外フェスとかで。ああ、やりたい。めっちゃ見たい。あ、やばい、なんかやりたいことキリがないかもしれない。まあつまり応援よろしくお願いします。みんなが会いに来てくれて応援をしてくれることによって、私たちもできることの幅が広がるし、これからもずっと好きでいようって思ってもらえるために、私たちも全力でライブだったり日常生活だったりねを送っていこうと思っていくので、思っているので、ぜひ皆さんこれからもディープギークの応援をよろしくお願いします。以上、私たちディープギークでした。ペペペペ。